1年間は多分答えは出ないはず、うん、そんなすぐ分かるような人生をあなたは歩んできたのかなって思いますよね、はい、うん、就活の虎。虎の社会見学。はい、こんにちは。こんにちは、今日もめぐこです。2回目ですね、はい、はい、お願いします。お願いします、この間ちょっといろいろ聞いてきたんだけど、なんとなく僕のイメージだと、うん、銀座とか六本木行くのかしらと思ったら、うんうんうん、2丁目に来たじゃない、うんうん、一番のこだわりって何だったのかな、2丁目に対するこだわりっていうか、小杖ママに知り合ったっていうのも、はい、あ、うちのオーナーの、うんうんうん、に知り合ったのがやっぱり2丁目に行くっていうことですかね、うんうん、小杖ママはどうやって知り合ったの？小杖ママは、ダンダンに飲みに来たんですね。あ、そうなんだ、うん、で、そのもともとダンダンで勤めてたお店の子と、うんうん、昔から知り合ってたみたい で、うん、でそれで話を聞いて、うん、ダンダンになんか飲みに来たみたいな感じです、ね、なるほど。でそこで、うん、知り合ってですかね。もうこれでさ、うん、2丁目に来て2年ぐらい経つよね。2年ですね、うん、どう名古屋の錦と二丁目の違い。いやもうまず人が違うのと、うん、数が違うのと、うん、あと二丁目というエリアのパワフルなその人間模様というか、その全然計り知れないような、うん、錦のダンダンってさ、うん、結構品格のある店だってね、なんとなく。そうですよね、うん、そのイメージとは全然違うよね、うん、全然違います、ね、それでもさ、グランマってさ、うん、まだ品格ある方だよね、うん、2丁目ではきっと。そうですね、全体の中ではライブでも変わってきたと思いますよ。あ、まあ、自分が入ったからっていうよりか、あ、まあ、人数が増えてきて、あ、まあ、お仕事できるというか接客ができる人が増えたから、うん、それなりのお客さんが増えてきたのかなとは思いますけど、うんうんうん、でちょうどさ、めぐこが来た頃にね、うんうんうん、たまたま偶然僕は聞いてさ、はい、え、マジでめぐこが来たのみたいなところから僕もね、うん、はい、しょっちゅう行くようになっちゃったんだけど、あれから1年経ってさ、はい、ママになるっていうじゃない、うんうん、なりましたね、ね、去年ママになったんだけど、うんうんうん、まあ、自分で言うのも何かも分かんないけども、うんうん、なんであなたは1年でママになれたの？辞めさせないため の、 あなたはママよっていうにしか思えないんですよね。そう、うん、謙遜じゃなく、人間の心理というか、うん、私もその一応経営者をこう目指している中で、うんうん、あ、この子辞めてくんだ、辞めてく前に手を打とうと、やっぱりこう打つには、うん、やっぱり役職をつけたりとか、うん、まあ、給料アップとかを考えるじゃないですか、うん、でその時に、あ、この子ママってしとけば、うん、まあ、とりあえずいるだろうという考えかなって、この子は辞められるよりいてほしいかなっていうのでママに、うん、なってるのかなと思いますね。まあ、あの人の捉え方っていろいろだから、それはそれで分かったよ、うんうん、でもね、じゃあ次の質問はさ、うんうん、ママになって変わったことってある？自分の中で意識的に。やっぱ自分を全部売ってきたんで、うん、自分自分自分っていう感覚っていうんですかね、うん、やっぱ2丁目だとやっぱ東京の考えがあって、ちょっと名古屋とはまた全然、錦とは全然違って、はい、うん、名古屋とこうやっぱ我がが我ががが強い、うん、東京の人にとってちょっと引くのかなと思ってたんですけど、うん、まあ、キャラ立ちして、まあ、今は認められてるのかなと思うようになって、うんうんうん、あれですね、やっぱ入ってきたばっかりの時はもう結構浮いてましたね、やっぱりね、うん、でもまあなんか自分の今までの経験の中で、まあ、大丈夫だろうっていう自信というかもあったんで、うん、今があるのかなと思いますけど、確かになんか俺の目から見てても、うんうん、最初浮いてたよねきっと、うんうんうん、ちょっとね、うんうんうん、ずいぶん馴染んだよね。馴染みましたか ね、 ね、はい、あとね、いろんなキャラのメンバーがこのグランマにいるので、はい、まあ、やっぱり一世風靡した人たちがいっぱいいる中、うん、そのまあ、よその店からは、うん、あの使い物にならなくなったやつが集まってるんだろうとか、うん、その出がらしだとかね、うん、そのバカにはしてるんだけど結構流行ってるんですよね、うん、だからまあ流行ったもん勝ちというか、流行ってるね、うん、妬む時間すらないですよね、うん、周りをその悪口言う暇もないぐらい忙しいというか、うん、自分のことで精一杯というか、うん、店のことで精一杯ですよね、うんうんうん、まあ、さっきから出てきてる小杖ママ、うんうん、ね、この後小杖ママ、小杖ママどう？人が喜ぶことに力を入れてるっていう感じですよね、うんうん、
自分の考えよりもこうあった方がいいんじゃないとか、人が喜ぶことが多分彼女は大好きだよね、うんうん、そうですよね。それのためにこうする、ね、ああするっていうことを常に考えてる方かなって思いますよね、うん、ルイちゃんとかもいつも言うんだけど、うん、あんなに男らしい女見たことがないって。うん、金払いいし、ケチくさくないし、豪快ですよね。豪快だな、うん、本当に豪快だと思うな、うん、でもなおかつ綺麗、うん、女を捨ててるって言いながらも、うん、見た目は超綺麗、ね、うん、美人。普通はね、女捨ててるって言ったらもう恐ろしい顔になってる感じがするんですけどね、うん、美意識は高く、うんうん、あのめぐ子だけじゃなくて、うん、グランマに集うみんながね、やっぱり小杉ママのことってすごくこう好きじゃない、うん、きっと、うん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 、一番のママの魅力ってどこにあるんだろうね。自分もホステスとしてとか、うん、プレイヤーとして一流というかやれてるんですよね、うん、普通オーナーってどこかこう、そうだね、お金出しておけばいいとか、はいはい、うん、でも自分がちゃんとホステスをしても一流っていうか一番できるんですよね、うん、多分説得力があるんだろうな、うん、その部分が、その部分は、そうだね、うん、だからそれがすごいなと思いますね、うん、まあ、本当に僕ら外野から見ててもね、うん、すごいなんかこういい家族というか、うんうんうん、ね、羨ましい限りだと思いますよ、うんうん、はい、とても素敵だと思います。あ、よかったです、はい、じゃ あの今日最後になりますけど、うんうん、メイクはいろんな、これ今までもね、若者を見てきたと思います、うん、あのこれからさ、うん、初めて社会に旅立つ若者、うん、まあ、基本的には僕ら就活生ってよく言ってるんだけども、はい、うんうん、大学のね、今2年生とか3年生で、はい、これから1年2年経って社会に出てく子たちに、なんかこうメイクからメッセージありますか。入ってすぐ分かるものではないというか、うん、私も1年はとりあえず何も文句も言わず、1年はまあ、がむしゃらに働こう、例えば間違ってると思うことすら自分が間違いなんだと思うぐらい1年間は働くっていうのを決めましたよね、うん、だからその若い子たちもすぐ入って、あ、この会社合わないわ、やめようじゃなくって、1年間は多分答えは出ないはず、そんなすぐ分かるような人生をあなたは歩んできたのかなって思いますよね、はい、うん、だから1年間は耐えてほしいかな。あ、すごい心理それ、なんか本当にそうだと思うな、うんうん、やっぱりどの店とか会社とか入ってもすぐには多分分からないと思うんですよね。でそれ多分今までの生きてきた尺度で多分判断するんですけど、そのあなたのその人生はすごい経験してきたんですかって思いますよね。やっぱ違うところに入ったんだから、うん、ある程度合わないのは最初から合うわけがなく、うん、まあ、1年間はとりあえず働くっていうことが、うん、今の子に必要なのかな、今の人にね、うん、若い子にも限らず、うん、新しい場所に入ったら1年間は頑張ろうって思わないと説得力も出ないでしょうね、はい、うん、最後素敵な言葉でまとめていただきました、うん、どうもありがとうございましたありがとうございました。こんなのあるなら俺も就活しとけばよかったな。なあ兄貴今なら就活生限定で虎の就活虎の巻プレゼント、さらに就活版マネーの虎志願者も募集中。就活マッチングイベントガチドラは就活生も参画企業様も募集中です。詳しくは概要欄から。